お前が新たな同志が現れていたとはな。恐ろしいか。死の予感完備であろうが、ライガン。はい。フォエスメイガン。はい。ミクリオ、おい、ライラ、エドナ、ミクリオ、こいつら、いつの間に。助けてくれたのか。ミクリオ。あの獅子の男、一体何をしたんだ。とにかくここを離れなきゃ。
石碑か。目が覚めた。君が暗殺団の頭領だったんだな。びっくりした。うん、まあね。名前なんて呼べばいい？ロゼでいいよ。ねえスレイ、なんでほっとかなかったの？目の前で倒れてたら助けるでしょ。それが暗殺ギルドの人間でも。それじゃあロゼはどうして俺を助けてくれたんだ？暗殺ギルドの人間なのに。わかんない。助けてよかったのかこれから判断する。いい人なのは確かなんだよね。え？スレイ、誰かが見てる。あ、ねえ、北に向かって。そこに私たちが隠れ家にしてる遺跡があるんだ。でも追っ手にバレちゃってもいいの？大丈夫大丈夫。っていうかもう下ろすよ。このまま行こう。その方が油断させられるし。ちぇ。棟梁！こいつ例の同志。話は後。追っ手を誘い込んだんだ。まずはその始末が先。え？おい、待った。本当に追っ手を殺すのか。相手次第かな。なんか嫌なんだ、ロゼみたいな子が人を殺すの。なっ、君たちが。ハイザン兵狩りの相手を間違えたな。見ての通り、私らは軍人じゃない。もう行って。ハイザン兵狩りなんてもうやめときな。いたたまれないよ。ローランスも何を血迷ったのか。ローランスの上層部は何考えてんだろう。ハイランドは姫が抑えていたというのにローランスが突然開戦か。さすがに予想できん。おかげであんな子供まで野党まがいの真似をしなきゃいけないけど、まあたくましく生きてる。何その顔。いや、僕ら暗殺ギルドやってっけど誰かで構わず殺してるわけじゃないよ。殺さなければならない者以外は殺さないさ。じゃあ俺は。少なくとも闇討ちみたいな真似はしないけど、スレイ、同志がやっぱり人を迷わせる邪悪な存在でしかないなら躊躇なくやる。忘れんなよ。もう遅いぞ。助けたこと後悔しても。だがどうやって見極める、棟梁？それなのよ。ん？ごめん、なんかおかしくて。
さあ、隠れ家はこっち。しばらく休めるよ。俺たちは他に追っ手がいないか、あたりを見てくる。サンキュー、任せた。久しぶりだな、お嬢。そっちのは今話題の同志か？スレイって言います。なぜ同志って分かったんですか？天然だな。その格好見れば分かる。この人はメイビン。ギルドの一員じゃないけど恩人なんだ。今時珍しい探検家よ。へえ。気ままに旅してこれの足跡を追うのが気に入ってるってだけだ。天意見聞録。お嬢、戦争が始まったと聞いて気になってたんだが、問題なさそうか？このアジトはもう捨てる。依頼もしばらく様子を見た方が良さそう。もしかして俺のせい？同志が暗殺ギルドの心配か？変わったやつだな。そうなのよ。さて、俺はもう行くとするか。え？もう？あんまりのんびりしてるなよ、お嬢。同志の出現、戦争勃発、これから時代が大きく動くぞ。分かってる。スレイ、せっかくここに来たんだ。奥にある遺跡の謎を解明してみせな。え、どういうこと？ここは天意見聞録に載ってない。他にもいくつかそんな遺跡や伝承がある。そんなに発見が困難なわけじゃないのにだ。なんか裏があると思わねえか？自分の目で確かめた時にこそ伝承の本当の意味が見える。上出来だ。スレイ、また会おうぜ。お嬢もな。うん、また。じゃあね、おじさん。さ、中に入って。